サイン会ということなんですけど、みんながね昨日ツインテール見たいなみたいな言ってくれたのでツインテールをしてきました。ちゃんとそれでですね、今回のソラーザージャケットの絵柄なんですけど、どんな感じかなみたいな、みんな気になってると思うんですけど、いい感じに撮れてた、いい感じに撮れてたんです。それが見てください、本日のソラーザージャケットの絵柄はこちらです。ドルル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 ル私のサインを書いてお届けしていきたいと思います。それでですね、今から15分ぐらいまで、45分まで、こちらゲットできちゃうので、私の X にちょっと飛んでいただくとリミスタさんの URL とかリンク貼ってあるので、そこからぜひゲットしていただけたらお届けできるので、ぜひゲットしてください。お願いします。はい、それでは早速、皆さんにお届けしていきたいと思います。お願いします。ぜひぜひ追加ポチポチしてくださいね。はい、それでは1人目、わたる、ありがとう。キラリの歌が、ダンスが、ライブの演出が大好き。毎回見つけてくれるのも本当に嬉しい。メンバーから愛され、ファン思いのところは素敵だよ。この先も一緒にキラつこう。わたる、今回もありがとう。嬉しい、いつも見つけるとニコニコしてくれるわたるが好きで、私も。ありがとう。今回サインを書く場所が難しいんですけど、ここに決めました。わたる、じゃじゃじゃん、ありがとう。これからもたくさんキラついて見つけさせてね。ありがとう。続いてあんさん、すごい、今回もありがとう。サインしてくれてありがとう。ステージに立ってる姿がかっこよくてキラキラで尊いです。アイドルでいてくれてありがとう。大愛に、ありがとう。アンさん、前回もゲットしてくれたの覚えてますよ。ありがとう、アンさん。お話し会もこの間来てくれて嬉しかったです。ありがとう。大愛に、おーいにー、ありがとう。アンさん、届くの楽しみにしててね。ありがとう。続いて、漆黒炭、なんやねん、また違う呼び方を試してみる。まだこの前のサイン会両部とも鍵開けは嬉しかった。キラリー、もう私のこと好きなんでしょ、なんてね。毎回ありがとうね、キラリ好きだよ。なに、どっちなん。どっちなんこれ。ちょっとどっちかわかんないので、漆黒炭って書くか悩みますけど、これ漆黒炭さんかな、炭さんですね。これは漆黒炭さんへ、炭さんになっちゃった。漆黒炭、ちゃんと漆黒炭って書いたよ。ありがとう。炭酸になっちゃったけど。続いて戦国さん、ありがとうございます。今日もお疲れ様。サビダンスが公開されてから鬼リピ
する日々を過ごしてます。やっぱりデニム衣装最高ですね。早く直接拝みたいです。そっか、直接まだ横ありでしか着てないのか。本当にね、衣装可愛いですよね。仙石さんに早く新衣装でたくさんお写真撮ってほしいです。私もせんごくさんありがとうございます。デニムの衣装でたくさん可愛く撮ってください。ありがとう、せんごくさん。続いて次元さん、ありがとう。いつも今日はあれです、あれ、某ロックバンドのライブ中、ライブ参戦中なので見れてないの日です。年に何年何回かあるよね、このパターン。なんか前もライブ行ってた気がする、ロックバンド。今これ楽しんでますかね、次元さん。次元さんライブ楽しんでるかな。ありがとう、いつもたくさんゲットしてくれて、思いを届け込めたのでロックの思いを受け取ってください。ありがとう。続いてすしーさん、ありがとうございます。発売までマモ、今回も店舗巡りします。早く店舗巡りしたくてうずうずしてるな。リリーベにも行きます。こういうリリーベ初めましてなのでドキドキワクワクです。すしーさんありがとうございます。店舗巡り嬉しい。今回もあのアリオ川口店さんにお世話になるので、皆さんもぜひ店舗巡りしてあげてください。リリーベも待ってるね。今月末もう少しなのでお待ちしてます。ありがとう、すしーさんお待ちしてます。ありがとうね、いつも。続いて大輝さん、あ、今回もありがとうございます。早くキラリンに会いたい。通所会も、あ、個別お話会もから待っててね。もっとキラリンのこと知りたい。大輝さん嬉しい、ありがとうございます。そうなの、たくさん来てくれるの、ありがとう。大輝さん、え、じゃあもうこの夏は大輝さんと仲良くなれること間違いなしですね。嬉しい、待ってるね。大輝さんありがとうございます。じゃあ楽しみにお待ちしてますね。ありがとう大輝さん。続いて目指せパンマスター関さん、同じクラスだけどパンセルジュ歴は先輩の内愛さん。あなたに憧れて受け始めた検定、ついに来週1級受けます。またいい報告をしたいです。パン関連の話もしようね。すごい、1級なかなかね、1級目指せるないよ。すごすぎるよ、ありがとうね。お守り代わりになるように合格を願って書きますね。関さん、え、ちょっといい報告聞けるのキラリも願いながらお待ちしてます。パンパワーありがとう関さん頑張ってね、パンのお話しようね、いっぱい。ありがとう。続いてエリパン、ありがとう。今年ツアーでいろんなところに行けて、個人的に初めて行く地域もあって、ノイミーちゃんのおかげだ、ありがとう。修学旅行も行きたいから当たりますように。エリーパン、めっちゃ本当にツアーたくさん来てくれてた、ありがとうね。これからもいっぱいいろんなとこ一緒に始めましてしようね、エリーパンちゃんへ。修学旅行絶対一緒に行こう、同じ班になろうね。待ってるよエリパン。ありがとうエリパン、毎回たくさんゲットしてくれて嬉しい。修学旅行で待ってる、ありがとうね。続いて
宮森ゆうちゃんありがとう、今回も嬉しい。宮森ゆうちゃん、うん、え、ありがとう、最近お話し会でもたくさんお話できてめちゃ嬉しいです。また待ってるね。ありがとうゆうちゃん、届くの楽しみにしててください。ありがとう。続いてレオナちゃん、レオナありがとう。夏が来たからのサビダンス動画好きでたくさん見てます。嬉しい、ありがとうレオナ、たくさん見てくれてるの。一緒に踊ろう一緒に踊ろうね、ありがとうレオナちゃん。ありがとう、これからもいっぱい見てあげてね。ありがとうねレオナ、嬉しい、やったありがとう。続いておゆうさん、ありがとうございます。サイン会ありがとう。夏ということでキラリたちが訪れた江ノ島に行ってきたよ。同じところ歩いたのかなとか思いながら観光する江ノ島はとっても楽しかった。またお話聞かせてね。おゆうさん見たよ、言ってくれてたの、ありがとうね、本当にびっくりした、早くてさすがです。江ノ島めちゃめちゃ夏感じられる素敵な場所だったから、おゆうさんにも素敵な思い出ができたかな。できてたら私も嬉しい。ありがとうおゆうさん、また聞かせてね江ノ島の話、待っておるね、ありがとう。え、今って何分ぐらいですか。あー皆さん、あと2分で締め切りです。こちらのアザージャケット、あと2分でゲット締め切りとなりますので、皆さん欲しいなって思ってくださった方はあのお急ぎくださいましありがとうね、もうすでにゲットしてくださってる方もいると思うんですけど、ぜひぜひこちらゲットしてください、お待ちしてますはい、お知らせでしたこれ本当にここでしかゲットできないやつなので、はい、チャンスです、皆さんゲットしてくださいそれでは続いてゆいパブちゃん、ありがとう。この夏はキラリちゃんのおかげでキラついていました。秋も冬もずっとキラつきます、大好きです。嬉しい、ありがとうゆいパブちゃん、もちろんだよ、秋も冬も一緒にいようね、春もだね、春も一緒にいようね、ずっとだよゆいパムちゃん。え、ずっとキラついてますよ、キラつけますようにってちょ願い込めました。ありがとうゆいパムちゃん、四季一緒にいようねありがとう。続いててつくん、ありがとう。今年初めてツアー参加して配信や動画を拝見して、ノイミーちゃんのこと、そしてキラリちゃんが好きになってキラリちゃんに沼っちゃってます。これからも応援するよてつくん、嬉しい、ありがとう。てつくん最近たくさん来てくれてるの知ってるよ、嬉しい、沼ってくれたの？ありがとう。もっともっと多分沼っちゃうと思うので覚悟しておいてくださいありがとうてつくん、てつくんのこともっと好きにさせるねありがとう。続いてアイワブイさん、ありがとう。サビダンスすごすぎ、最初の瞬間から超かわいいし、最後迫ってくる姿が完全に無意に焼き付いて撮れないので、アイドルはキラリンしか見れなくなったかも、最高にハッピーです。ほんまか
あいまベイさん、キラリしか見れなくなったの、いいことですねありがとう。たくさん褒めてくれてる、ありがとうございます。あいまベイさんありがとう、これからも私だけを見ててくださいね、ありがとう続いてりんてんちゃんありがとう。キラリさん、キラマイミシングル発売おめでとう。なんだか今回のシングルのキラリさん、いつにましても本当に可愛くてキラついてて、やっぱりキラリさん大好きだってなってる、嬉しい。りんてんちゃんありがとう、本当にキラリさん呼びしてるのキラリさん呼びなの、りんてんちゃん可愛い、ありがとうね、嬉しいよ、もっとキラつけるように頑張る、ありがとうりんてんちゃん、また会えるの待ってるね、ありがとう。続いてもつちゃんありがとう。それでは聞いてください、犬が来たから犬が来たから喜んだのか、チワワパグニプードルダークスフンドポメラニアいつ考えてんのこういうの面白いね、もつちゃん最高だよ、やっぱあなたは夜中とかに思いつくんかな、こういうのすごいな。今度キラリが来たからで考えてみてよキラリが来たからバージョンお待ちしてますありがとうもつちゃん続いてリリササちゃんありがとう。最近通ってるダンス教室で私アクセント練習してます、すごい、かっこよく踊るの苦戦してるから、改めてセカンド期間からキレキレに踊ってたキラちゃんに尊敬が止まりません。ワタアクやってんの、すごい、え見てみたい、リリササちゃんのアクセント、え今度さなんかここどうやって踊ってるのとか、もし分かんないことあったら聞いてね、キラリ先生になりますありがとうリリササちゃん、頑張ってね、応援してるよ、シュリン。続いてルナポムちゃんありがとう。キラタンを押すことをやめるな、ルナポムです。今回のアーシャいつもに増しても可愛すぎる、どんどん可愛くなってて自分磨きのことを教えてほしいです、大好き、マジ嬉しい、え、なんだろう、でもみんなが褒めてくれると自信が出て、それにつながってるかもしれないから、たくさん褒めてあげてください、私のことをたくさん褒めて、これからも褒めてもらえたら嬉しいありがとうルナボブちゃん、大好きだよ。続いてカナありがとう。今年の夏もキラリちゃんとの思い出が作れてとってもハッピー、残りの夏も秋も冬もいっぱい思い出作ろうね、たくさん会いに行きます、待っててね、沖縄イエイ早いっすね、カナさん沖縄イエイしよう、一緒にカナちゃん、ほんまに沖縄楽しみ、え、多分このアザージャケット沖縄に超合ってると思う海だからね、沖縄連れてってあげて、このアザージャケットありがとうかな、嬉しい、沖縄イエイしようね待ってる。続いてもくもっくんありがとう。やっほー、ライブでペンライトや視線でコミュニケーションを取るのも好きだけど、お話し会やコメントを通じて話せるのも楽しいなと久々に話して思うなどした、いつもありがとう。本当嬉しい、私はもっといっぱい話したいなっていつも思ってるよ、もくさん
やって面白いもん。もくもくん優しいし、もっと知りたい、もくもくんのこと。ありがとう、いっぱい話そうね、どんなとこでも話そうねありがとう。続いて王さん、ありがとう。9枚目シングルもお名前書いてもらうのが本当に嬉しいよ。こうしてサイン会やお話し会ができるの本当にありがたいね。感謝の気持ちを忘れないように私も頑張るよ。王さん、ありがとう。たくさんありがとうね、いつも嬉しい。おさんへ、いや私こそ本当に毎回会いに来てくれて、おさんに感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとう、おさん。おさん、ありがとう、待ってるね。続いてアラドン、ありがとう。いつも楽しい時間ありがとう。おちきらさんが筋トレを頑張っていると聞き、こちらも筋トレを始めました。それでは大きな声でいきましょう。オラー。え、ごめんアラドン、私最近筋トレできてないんだよ。私にカツを入れて、本当に本当に最近頑張れないの、筋トレが。あのね、ストレッチはしてるんだけどね、筋トレができないんですよ、どうも。みんな私にやれって言ってやった方がいいと思うありがとうアラド、偉いよ。私も頑張るね、応援してるよありがとう。続いて高山、ありがとう。キラリンを見ながら振りコピするけど、動きが洗練されてて私はロボットダンスしかできません、わら。マルカートが特にメリハリついたパフォになってて、いつも見てもしびれます。嬉しい、ありがとう。マルカートさ、今回のツアーでめっちゃやらせていただいたんですけど、戻るたびにすごい好きになって、ちょっとまたいつかいろんな演出でやってみたいなってちょっと思ってるので、私も頑張りますありがとう高山、いつもしびれてしびれさせますね、これからも続いてまさきちゃん、ありがとう。9枚目発売おめでとう。夏が似合いすぎてるキラリン、 MV も超可愛かった。黄色の浴衣を着たキラリンと夏祭りデートがしたいです。可愛い、しようよ可愛いんだが、ありがとね。もうまさきちゃんのためなら黄色の浴衣いっぱい着ますかき氷買って待ってって、まさきちゃん、ありがとう。浴衣デートしようね、待ってるありがとう。続いてパーフェクトズンデンさん、ありがとう。夏が来たからの発売日が近づいてて楽しみ。サイン会やオンラインお話し会で思い出作りの良いスタートが切れたし、この調子で夏が来たから期間も思い出たくさん作るよ。ズンデンさん、ありがとう。前回に引き続きパーフェクトズンデンさん、え、そうですよ、もう間も発売日、間も発売日ですよ皆さん。ドキドキだね、ドキドキですね、私もドキドキしてる。これからも思い出作ろうね、もちろんですよ、約束だよ。ありがとうズンデンさん。続いてジュンヤ、ありがとう。ついに9枚目発売だね。うよ虚説あっても頑張ってるキラリを見ると涙が出そうになる毎日ですよ。長い間ずっと居場所であり続けてくれてありがとね。待って、うよ曲折、うよ、後でちょっと意味合いを、ごめんなさい、私が無知な女でわからないんですけど、ありがとう。きっといいことを言ってくれてるのかな。ありがとう。
こちらこそいつも深い愛で応援してくれてありがとう。2枚ありがとう、じゅんや。あ、なに読み方のところにパンって書いてあったじゅんやって書いてパンって読むんだ。そっかそっか、パンありがとう。じゅんや2枚ありがとう。こちらこそ居場所を作ってくれてありがとうだよ。ありがとうね、パン作り頑張ってね。応援してる、ずっとずっと応援してる。続いてマーサーさんありがとう。キラちゃん今回もよろしくね。前回キラちゃんが送ってくれた言葉がすごく嬉しくて、ずっと好きで思ってきてよかったと改めて幸せを感じたよ。いつも感謝してる、ありがとうね。マーサーさん、こちらこそだよ、本当にもう感謝を伝えきれないぐらいたくさんの愛でいつも優しくしてくれてありがとうね。早くマサさんの元気な姿を見れるのを私も待ってます。ありがとうマサさん、ずっと待ってるよ、ありがとうね、嬉しい。続いてヤンさん、ヤンさんありがとう。アダージャケットって CD ケースと一緒の大きさだと最近気がつきました。嘘でしょ嘘でしょ、本当にそうだよ、同じサイズだから、あの私が表紙みたいな、あのあれが作れるんですよ、 CD ジャケットが。気づいちゃいました、ちょっと届いたらはめてみてください。やーさん気づけてよかったよ飾ってくださいぜひぜひよかった、気づけてありがとう、今回もぶしてくれて。続いてけいすけさん、はじめまして、はじめまして。いつもキラリンの姿がかっこよくて素敵だなと思っています、応援してます。けいすけさんありがとうございます、はじめまして、嬉しい。けいすけさん、じゃあこれがあれですね、二人の思い出第1号ですね。更新していきましょう、ぜひ。けいすけさんありがとうございます、ぜひこれで最高の夏過ごしてください、ありがとう。続いて次元さんありがとう。たくさんとはいえ2部には間に合うかもしれないので首を長くして待っててね。首が長くなければ必然的に身長も伸びるね。やったね、あやったそう首をね、この間それ話してたんですよ、なんか身長伸ばすのはもう無理だから首をちょっとでも長くしたら身長が伸びるかもねっていう話をつい本当昨日してて、ちょっと首長くします本当にありがとう次元さん、2部来れますように待ってるね、ありがとう。続いてなっちゃんありがとう。大人っぽくなったって褒めてくれたけど、キラリも最近大人っぽくて勝手にドキドキしてる、好き、ラブ。なっちゃんこの間のサイン会の時だ、覚えてるよ。え、そうなっちゃん大人っぽくなったなって思ったんよ。私も大人っぽくなっちゃんと一緒に成長してるってことかな、嬉しい、一緒に成長しようねありがとうなっちゃん、可愛かったよこの間。続いてあおたんありがとう。きなりちゃん初のジャケットサインだよ。今回のシングルできなりちゃんとたくさん思い出を作っていきたいなって思います。曲いっぱい聴くね、大好き。あおたんありがとう、初ジャケットだ、
青田にぴったりなブルージャケット。嬉しい。もちろんたくさん思い出作ろうね、青田。青田ありがとうね。もちろん約束だよ、一緒に思い出作ろうね。ありがとう青田。続いてデブッチョケースワンさん、ありがとう。9枚目シングル夏が来たから発売おめでとう。ノイミーの魅力がこの曲を通してより多くの人に伝わればいいなと思っています。この曲を聴いて夏を名残惜しみつつ楽しむね。いやー、ありがとうございます。めっちゃノイミーのいいとこが詰まった夏曲になってると思うので、スワンさんもいっぱい広めてください。一緒にデブッチョケースワンさん、ありがとうございます。まだまだ夏一緒に楽しみましょうね。ありがとう。続いてりーちゃん、ありがとう。先週浴衣キラリンとお話できて嬉しかった。大人っぽいし、すんごい可愛いし、幸せでした。何より夏始まったってなった。可愛い。りーちゃん、こちらこそ会いに来てくれてありがとう。嬉しかったよ。りーさん。またいろんなキラリとお話ししに来てね。りーちゃんありがとう。私も最高の夏になりました。ありがとう。続いてあゆー、ありがとう。あだじゃけもんサインありがとう。この前のサイン会の時のポニテキラリ可愛すぎた。キラリのポニテ大好き女より。そうなの？ポニテ大好き女なの？今日はツイン大好き女になってくれる？あゆー今日はポニテじゃないけど大好き女になってくれるかい？ありがとうあゆあだじゃけもゲットしてくれてありがとうね。続いてあやちゃんありがとう。改めて9枚目シングル発売おめでとう。横ありで初披露されてからずっと聞いてるよ。9枚目もキラリちゃんたくさん思い出作っていきたいです。よろしくお願いします。あやちゃんありがとう。もうゆかりで初披露したのが懐かしい、懐かしくなっちゃった。まだでも1ヶ月ぐらいしか経ってないのか。まだまだいっぱい披露していきたいですね。夏きた、ありがとう、やちゃん。いっぱい夏思い出作ろうね、まだまだ。ありがとう。続いて、おゆうさん、たくさんありがとう。キラリまた来たよ。今回のサインもキラリブースにしっかり飾るね。リリースごとに増えるサインとキラリとの思い出に幸せ感じてる。これからもたくさん思い出作ろうね。大好き。おゆうさん、たくさんありがとう。飾るとこ残ってる、大丈夫たくさんゲットしてくれてるから飾るとこ大丈夫かな。おゆうさん、お部屋拡大、お部屋拡大イベント発生するかもしれないですね、そろそろおゆうたさん、おゆうさん、おゆうたさん、ありがとう。また飾ったらお話し会で見せてね。ありがとう。
続いて、おっちゃん最近おっちゃんで書いてもらってなかったなと思いまして、夏のおっちゃん暑さヒートアップ夏のおっちゃんヒートアップしてます、ありがとうございます。おっちゃんなんてね、なかなか書かないから。おっちゃんヒートアップ、私がさらにお手伝いしますね、おっちゃんの夏のヒートアップをありがとうおっちゃん続いて、てっぺいねえ、絶対離れないからね、てっぺいありがとうね。もちろんだよ、私もずっとてっぺいの心に私が寄り添ってるから、安心していつでも会いに来てね、ありがとう。てっぺい、あてっぺいありがとうね、本当にたくさんてっぺいの思いここに込めてるよ、ありがとう。続いて、ずんでーさん、たくさんありがとう。キラちゃんに初めて会いに行ってから約1年4ヶ月が経ち、マジそんな経ったの、早いね、本当だね。でも思い出たくさん更新できてるなと、部屋にあるたくさんのグッズやサインを眺めて感じてるよ。ずんでんさん、ずんでんさんと初めてお話し会でお話しした時をめっちゃ私覚えてて、本当にこんなにたくさん会いに来てくれるようになるって最初思ってなかったから、本当に嬉しくて、もう感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうね、本当にこんなにたくさん一緒に思い出作ってくれて。うんでんさん、どんどんずんでんさんのことを知ることができて嬉しいです。ありがとうずんでんさん、ずんでんさんと出会えてよかった、ありがとう。続いてレミちゃん、ありがとう。前回コメント忘れてしまってごめんね、今回はしっかりと忘れずに、今日の M シングル発売おめでとうございます。夏全開で可愛さマシマシなキラちゃんラブだよ。レミちゃんよかった、今回コメントかけてよかったよ。レミちゃん、レミちゃん最近会えてないから会える日楽しみにしてるね。ありがとうレミちゃん、コメント届いて嬉しいありがとうね。続いて林まさきさん、おちきらちゃん、はじめまして。はじめまして、ありがとう、サインありがとう。私はパズルやってて、チョビさんやズンデンさんと仲良くさせてもらってるよ。対面もオンラインもいつか絶対行くね。あらすごい、林まさきさんありがとうございます。そうなんだね、嬉しい、たくさんみんなが仲良くなってくれて。まーさん初サイン、思い出になったらいいな、まさきさんの。まさきさん、いつか絶対直接お話ししましょうね。ありがとう、応募してくれて、お待ちしてます。思い出作ろうね、ありがとう。続いて、たくみさん、ありがとう。ただいま、お休みを取って旅行中なのですが、旅行といえば、個人的には観光より、食が楽しみです。キラちゃんは、食と観光どっちが好き？どっちもはなしだよ。そうだなぁ。たくみくんと一緒で、
食ですね。私も旅行行ったら本当にずっと食べてるから食の方が楽しみかも。やっぱね、美味しいもの食べると元気出るからね。ありがとう、たくみくん。旅行楽しんでね。ありがとう。美味しいもの食べれますように。続いて、同じクラスのチョビー。やっほー、チョビだよ。やっと同じクラス、そしてずっと同じクラスでいたいです。もちろん、栃木組で、また栃木でライブしたいね。また長文送ることになっちゃいそうですが、わら。チャビのね、長文のメッセージは何回読んだって嬉しいし幸せになれるのでたくさん送ってください。同じクラスのチョビさん、なんか同じクラスのチョビさんへってなんかお手紙書いてるみたいだね。もちろんずっと同じクラスだよ、チョビー。ありがとう、栃木組。続いて、田中さん、ありがとう。おばんです、田中です。あっという間にもう8月が終わってしまいますが、これから先もたくさんイベントがあるので、楽しみがいっぱいです。ということは、田中さんはこれからもいっぱいに来てくれるってことですね。最近さん、オンラインサイン会とかもだけどお話し会とかもたくさん来てくれてすごい嬉しいです。この間もありがとうね、来てくれてありがとう。田中さん、おばんです、めっちゃいい感じ、似合うおばんです。ありがとう。続いてチーナちゃん、ありがとう。横アリの時は見つけてくれてありがとう。作ったネームボードも見てもらえて嬉しかった。今年初めてイコノイ城に参戦予定なんだけど、楽しむ極意あれば教えてほしいです。もう全身キラついてください。あのジョイちゃんも黄色だからお茶屋キラリってわかる武装で来てくれたら、私がちいなちゃんのことたくさん見つけられると思うから、そう、落ち合いキラリ武装をするっていうことがおすすめです。あとはあのキッチンカーとかもいっぱい出てるから、美味しいものいっぱい食べて体力をつけて一緒にライブ楽しむのがいいかな。ありがとう、ちいなちゃん。続いて、ゆきな、ありがとう。お久しぶり、ゆきなだよ。わかるかな。あのね、やっぱりキラリちゃんが大好きなの。もう休みはしません。あ、そうだそうだ、思い出したぞ、ゆきな。私は覚えているぞ、前回のツーショット会の日を。本当に？本当かな？ゆきなちゃんへ。じゃあ期待してゆきなのこと待ってよーっと、ゆきなのこと待ってよーっと。待ってる、ありがとう。続いて、たくみさん、ありがとう。努力の末の失敗は必ず糧になる、挑戦を繰り返すのみだと思います。新しいシングルも愛のスタミナは切らさずに応援するね。ブラウブリッツ秋田の吉田健監督の声で、むずいよ。すごい力強い言葉ですね、さすが監督。ゆみさんへ。ありがとう、たくみさん。たくみさんはいつもいろんな言葉を教えてくれる、ありがとうございます。これからも教えてください。続いて、エリナン、ありがとう。キラリのことを推し始めてもうすぐ1年が経ちます。ありがとう。可愛くてかっこよくて面白くて優しいキラリが大好きです。お話し会も行くのでもっと仲良くなれたら嬉しいだよ。エリナン、私も仲良くなりたいよ、めっちゃ。ありがとうね。1年間
ありがとうね、1年好きでいてくれて。私もエリナともっと仲良くなりたいし、エリナのこともっと知りたいなって思うので教えてください。ありがとうエリナ、待ってるね。ありがとうね。続いて夏のもくもっくん、新曲 MV 最初の立ち姿が栃木組でお揃いなのに気づいて栃木となりました。手で仰ぐ振り付けやターンがいつ見ても綺麗ですごいなと思います。キラリちゃん綺麗なんよ。そう、なんかもくもっくんさ、めっちゃ綺麗って褒めてくれるよね。髪の毛とか指とかターンとかなんか可愛いもんめっちゃ言ってくれるけど、あの綺麗って褒めてくれること多いなって思って嬉しいです。それすごい照れますけれど、僕も、うん、夏のもくもっくんありがとう。これからも春夏秋と一緒にいてね。ありがとう。続いて千石さん、ありがとう。サインありがとう。昨日のショールームで髪伸ばすって言ってくれて、ショートボブ落ちきらで沼に落ちた身としてはこれからいろんな髪型が見られるの楽しみすぎる。そうだよね、多分今の今好きでいてくれてる方はボブのキラリが結構マストで見てたと思うから、新鮮な私が見れるんじゃないかな、これから。お楽しみに。今絶賛頑張って伸ばしてますので。あ、待って、千石さん2枚申し込んでくれてました。ありがとう、たくさん。なので千石さん髪の毛をパサッてした私を写真撮ってください。パサッてできるぐらい頑張って伸ばすので。ありがとう千石さん、さらに沼落ちしてね。ありがとう。続いてあやみちゃん、あやみありがとう。輝く存在落合キラリ、ハッピー見つける探検隊、ファンへの愛は止まらない、キュートにクールに変幻デザイン、まだ見ぬ未来にフライハイ。あのさ、あやみさ絶対ラッパーになった方がいい。いつもさこういうのさ書いてくれるけど、うますぎてラッパーになった方がいい。そろそろ本当にすごいよ。ありがとう、いつも楽しませてくれて。面白くて可愛くて優しいあやみが本当に魅力的。ありがとうあやみ。続いてチカ、ありがとう。9枚目発売おめでとう、パフパフ。サマステお疲れ様、今年も楽しすぎて最高の思い出という名のサンプルいただいちゃいました。夏の推しメンって最強なんだよな。チカありがとう。サマステ見えたよ、来てくれてたのちゃんと。毎年しっかり確認させて確認させていただいてます。夏のライブって最強だよね。ありがとう時間。タンプレになってよかった。続いてミキサーちゃん、ありがとう。たくさんいつもキラリちゃんこんばんは、イコノイジョイのオンラインサイン会ありがとう。久しぶりに話できて幸せ、気取りすぎてうまく話せなかったけど、また一つ宝物ができました。ミキさんじゃん、この間ありがとうね、本当に。こちらこそ全然ね、キョドってたの分かんなかったよ。私はミキさんちゃんが去年のイコノイジョイで崩れ落ちてくれてる方がめっちゃ印象に残ってる。ごめん言っちゃった。そっちの方が覚えてる。可愛かった、可愛くてめっちゃ覚えてる。
てついついありがとう。今年もいっぱい見つけさせてね、ミキサーちゃんのことありがとうね。続いてナポちゃん、滑り込みでごめんね。今日京都の北の方にある道の駅に行ったら夏が来たからが流れてたよ。やっぱりノイミーちゃんの夏曲が好きだ。すごい、京都でも流してくださってるんですね。夏希とはんなりですね、なぽちゃん。いいな京都、今めっちゃ京都行きたいんだよね。ありがとうなぽちゃん、滑り込み嬉しい、ゲットしてくれてありがとうね。京都楽しんできてね、ありがとう。続いてアイバブイさん、2回目かな、ありがとう。ノイミーのツアーや来月のイコノイジョイフェスで楽しみなのがスーパーキラリンタイムです。見てるだけで筋肉痛になりそうな超かっこいいダンスを期待してます。ねね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 、あるかな、あるかな、もしあったら頑張りますね。アイバブイさん、いや踊ってる時間が一番やっぱ楽しいですね。アイマ V さんありがとうございます。ツアー来年とかもねあったら楽しみにしててください、ありがとう。続いてひまちゃん、ひまちゃんありがとう。キラリンのサビダンスが好きでいっぱいリピートしてるよ。カップリング曲も楽しみでそわそわしてる。これからもずっとキラつかせてね。ひまちゃんありがとう、嬉しい、リピートしてくれてるの。ひまちゃんのことをもっとキラつかせちゃうので楽しみに待っててください。ひまちゃんありがとう、ゲットしてくれて嬉しい、いっぱい見てあげてね、ありがとう。続いてがラストかな、ラスト、つむぎちゃん、そしてみーちゃんありがとう。いつもつむぎちゃんからもうすぐ誕生日で6歳になります。小学生になってもっと大きくなったらキラリちゃんに会いたいな。かわいい、もういつでもキラリ姉さん待ってる、抱きしめたい、本当に君を抱きしめたい、すぐになんだけど。6歳だって、前ね送ってくれた時もちょっとちっちゃかったのに大きくなって待ってるよみーちゃん、みーちゃんと会いたいよ、待ってるよ。つむぎちゃん、そしてみーちゃん、いつもゲットしてくれてありがとう。いつでも待ってるからぜひぜひ会いに来てね、ありがとう。ということで、一部のサイン会が終わりました。ありがとうございます。すごい前回に引き続き皆さんのコメントをたくさん読むことができてすごい楽しい時間でした。ありがとうございます。2部もこの後あるのでぜひぜひ、2部応募してくださった方は、楽しみに待っていてください。ありがとうございました。届くの楽しみに待っててね、じゃ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 ん、ありがとうございました。では2部でお会いしましょう、またね、ありがとう。追加で応募してくださった皆さんもありがとうございました、嬉しかったです、ゲットしてくれてありがとうね。ぜひハッシュタグシェアキラで今日の感想とかお待ちしてます。ありがとう、またね、バイバーイ。